あのね、ジョジョ版はすごくいい。ああ、いいよ。ちょっと待って。ごくらいのね、ああ、ここは、まあそうですね。怖くてももうそのぐらいでもいいし、圧倒的にそれが強くて、私の目線で見ると、これがある限り、まあ大体勝てないなって思って、なので、そこが一番まず気になったのと、あと最後の最後ですけれども、あのこの形にしたんですよ、これが結構なかった、ああ、そういうことですね、結構分かったと思うんですけれども、このやっぱり、ちょっと3人じゃないかなと思って、ああ、それが気になるんで、ちょっと、Thank you.
当ててんのか。
Thank you.
あ、大丈夫。ごめん。また？じゃあもう、どうぞ、どうぞ。Thank you.
一番すごくないか。うん、素晴らしい。6ライフを残されましたよ。6ライフを残されると困るんですよ。外れてもほぼ勝ちってわけじゃない。
松丸は勝ち上がりの選手です。
スだと思います。100万でバスでも勝ち上がり、ギリ勝ち上がり、じゃあかなり優勢だと思う。そうだ、もう半分いっぱいなんで。休憩したら。
録画がして YouTube なくたりアップはするかどうかわかんないわかんないけど、ね、録画しないでも消えたん YouTube にゆぺさんがでもなリアルゆぺさんは登場しないかちゃんとアンサーですよ U チャンネルに映像提供します。今日で回す予定なくて、あとキューブ行けば良かったんですよ。え？キューブ？うん。そしたら買ってたと思うけど。え？だからってキューブ動いてなかったですね、多分。なんか最後ゾロ目振って。でも俺もうこっちがね、もうなんか何だったら何か忘れましたけど。純正に。あ、そうそう。なってる。キューブされたやだなってことが。でパスしたらって1点勝つじゃないですか、うん、だから相手に別に最後とかね振られなくても勝ってくれるで終わり、これなかったら、あ、これなんかもう赤のカメラってなんかめちゃくちゃのアウトだったりそういう人とかをよく連れてるの小さいカメラ で僕はこれを本気で振りしてなんかこの辺がパカパカパカって壊れたって言って中島義行飛びますね、やっと絶対読みになるかなって、あ、そうなんだろう。最近のが強いスマホでこの画面がこう見れるやつがあって、それだともっと便利で、あの撮れてることがあるから、なんだけど僕見えないから見えないから見えないから、あとこの辺は自撮り棒なんですよ。でここが別の電線に入る、はい、ここも自撮り棒で、そでこれ僕が撮影よってね、他の日本の、はいはいはい、撮影してる人もそうで、はいはい、すごいですね。いろいろ考えてます。おお。僕がちょっと条件が、これが、はい、このまま早いから、それに合わない。三脚とか持ってくると大げさになっちゃうみたいな。だからやるのがいいガチなので。あ、なるほど。なるほど。マインド。よかった。英語で聞こえちゃって。あと、すぐ入れた方が覚えてる。うん、あ、これどうしたらやるかみたいな感じで。ダブルミーティングのなんか女性の前
あれあれあれ。あれは出たくて、でもなんか。うん、出るぐらい。あ、本当ですか、ね、全部売れなくなっちゃう。23ポイントはクソなんだから。
そうだよね、こんな気がすごいやね、25ポイント。いいって発見した。すごいって言ってたんで。25ポイントマッチやったのすごいね。すごいです。なんか4回25ポイント。なんかちょっとできてたよ。まあどっちがありますか。どっちなんだろう。猫の方が本当に。人の方が容赦なく借りますよ。やればいいのか、今日はクリアしてた。あったね、そんな。なんか、出てなんないよね、形勢が全く分かんない。冬なもんね、形勢が全然変わったから。形勢が全然変わったから。Oh.
それが触ってきてると、ちょっとすんなと言われることもあります。邪魔くさくなってくんだよ、だんだん。だいぶあれ邪魔くさいですよね。そうだ、あのリラブルの改善は全くわからない、うん、今別に行かないけどね、どうするんですか、まだいるんだ、まだいる、あ、いいよ、もう、うん、10分ぐらいしたからね、隣は集まってると思う、大丈夫かな、あとはなんかチェスとか。
あ、チェストもやる。すごいね。ドラフト。あ、ドラフト。囲碁はあんまやんないんですけど、囲碁をやってる。あ、ルールはじゃあ分かるね。ルールなら大体分かる。すごいね、いろんな、いろんなゲームのルールを覚えて。勉強してて、小学生行ってました。めちゃめちゃ強かった。どれがどれでって分かんなかったらいっぱい。あ、ごめん、なんでもない。そう、ルール間違えちゃいそうだよね、本当に。いろいろやりすぎてるの、毎日遊び。うんね。いろいろやってもいい。なんかちょっと、いきなり気取りしちゃってる。そうだね。うん。そう。ね、何のゲームで。いいんだっけ。1対0の時は、とりあえず今バックヤモンですごく強いっていうか、将棋もすごく強いっていうか、結構何人もやっぱその辺を知ってるんだと。おっしゃるの前に置いてました。あ、ちょっと私あの、そうですね、今だけ詳しいな。全然知らなかった、その辺の。私も一応、どちらも猫まの将棋を知ってもいいですけど、月に1回は読みに行くんですけど、あ、誰か、新宿の席に、まあ、読んで、これも読んで、これも読んで、これも読んで、12なのか、少しチャンスがあるから、私も一応入ったらやるんで、遅くなっちゃうから、つくばでバッキャモンのサークルあるって言ってたよね。ありますね。筑波大学とか。で、なんか大会とかも有名になってる。パスだね。パス。で、入った。粘るのも、うん、粘らないでこのタックル崩した方がいいとか。
狙って、ブロック出さない方が絶対です。合わせるな。
コーナー超ゲームだから2分から普通にやればいいじゃない。ぼんやりしてるとね、チーズとか大作業でね、ぼんやりしてると切ると思います。ちょうどここに来ちゃったから、これが動かない。
な、見てみようかな。ねえ、ああいうのが。
Thank you.
ちょっと休憩を。